どうもぬぬです、今回も、戦国無双4-2遊んでいきます。前回こちらに九州征伐ですね進みやりましたので、今回は三成襲撃事件の方に進んでみたいと思います。恐縮ですが、士官の件はお断りします。では、これで。待て。お前は、社用の主家を戦に政務に一人で支えていたそうだな。なるほど。秀吉さん亡き豊臣家の現状と重ねているわけで。豊臣家と俺の元主家とじゃ規模が違う。到底支えきれませんよ。それに、清正さんや正則さんの代わりは荷が重い。6は2万石出す。ご冗談を。あんたの6は確か4万石。俺の2万石さっぴけば、あんたの取り分は2万石になる。主君と家臣が同力だなんて聞いたことないね。なぜ言わないんです？俺を助けてくれと。だから清正さんや正則さんと仲違いしちまった。違いますか？左近、俺を支えてくれ。この屋敷囲まれてますよ、殿。三成らの尽力もあり、秀吉は九州を制圧。残る関東の北条も下し、天下統一を果たす。戦が終結すると、三成ら政務を担当する文治派が台頭。豊臣政権の中枢を担ってゆく。一方、清正、正則ら最前線で戦っていた武断派は活躍の場をなくし不遇となっていた。慶長3年、秀吉が死ぬと家康は席を切ったように大名と姻戚関係を結んでゆく。三成は前田利家と共にその動きを糾弾。家康は三成、利家と一旦和解した。だが利家が死ぬと世は再び揺れ動く。そして清正、正則らが三成を襲撃する事件が起きた。理想の将、三成襲撃事件。俺の志、あ、バカにはわからない。今回は左近しか選べないんですね。俺の軍略で支えましょう。まあちょっと覚えさせたいような気もするんですが、そんなに変わらないかなと思うので、今回このままいきます。はい、それでは出発したいと思います。敵は清正さんたち、兵力差はできず、殿は親しい立てたさんの屋敷へ避難。しかし敵方多いですね。殿には指一本触れさせませんよ。ゲットアクション、四角が伸びましたね。チャージ攻撃のみてくれていいんですけど、奴の動きを封じておく必要がある。
倒してやるじゃないですか。どちらにつくか迷っている将もいるようだ。彼ら以外の敵を撃ちましょう。右側ですね。を示せば彼らは殿になびくはず。ま、逆の場合敵に回るかもしれませんが。開門。方針をこっちも開いたので旗持ち勢に行ってもらいましょう。兵方に伝令を送りましょう。緊急事態。兵は多いと思う。福島ら豊臣の無断派が三成の屋敷を襲撃しているとのこと。やはり豊臣の子飼いは分裂したか。出だし無用、静観せよ。つまらぬ敵だ、もう終わりか。三成につくか、清正らにつくか。味方についてくれましたね。やはり佐竹は三成を助けるか。佐竹の屋敷に兵を伏せていた甲斐があった。しのぶが危ない。奴を守ってやらねば。開門。やれやれ、ご自身が危ないってのに他人の心配とはね。清正さんも正則さんも本気だ。殿も覚悟を決めないとやられますよ。敵兵を一人でも多くなぎ倒し、殿も本気ってことを天下に見せつけないと。この程度にせんぜ、誇れる気持ちに。敗走。伝令隊長敗走。清正も手を貸せんが。わかった。そうしよう。勝利条件変更。目指すは徳川屋敷だ。進め進め。開門。海にいる夏の虫よ、いつまり覚悟せよ。家康殿の屋敷に入れば終わりだ。何としてもその前に
殿、三成がこの屋敷を目指しているとのこと。なんと、わしを頼むとは大胆な。さて、いかにすべきか。三成は家康様の太平を脅かす。ここで討ち取っておくに限る。ルクタさんが屋敷に閉じ込められたんですね。封鎖を突破して加勢してもらいましょう。この陸軍兵を隠すには絶好だ。慎重に進みましょう。チャージ攻撃と深層攻撃増えましたね。その働き、俺には過ぎたものだ。我が功にしてくれるわ。できるぞ。
敵数多いっすね。ここは何もないのかな。開いてないしな。あ、まだ武将いたんだ。ノリですね。手出しは無用だ。下道なりで倒すと、無双奥義で倒す。いい目をしてらっしゃる。わかりました。見守りますよ。つまらぬこと、もう。家康殿を糾弾する書状を送っているようだ。ああ、秀吉様の秋は、家康は野心をあらわにしているからな。お前は昔からそう、勝手に物事を進める。その勝手が、天下、豊臣を危機に。だから三成、俺はお前を討つ。俺らの家、お前の勝手に潰されてたまるか。この程度で、俺を止められると思うな。三成、ぶん殴ってやるから来いや。断る。お前に殴られる言われはない。どこで殴らなきゃ後戻りできねえ。殴らんぞ。そしてまた三人で。やはりバカだな。この騒ぎを起こしただけ、もう後戻りはできなくなっているのだよ。苦しくったぜ。ここが引くかよ。なんか SP やばくなっちゃいました。脱ぎ打ち取ったり。借りを作ることになるとはな。まあ礼は言わねばならんでしょうな。その後のことはこの左近にお任せを。というわけでクリアしました。2つミッション取れてないですね。アクションが特殊技が増えましたね。こちらは通常攻撃。まあぼちぼちですね。我らを保護してくださり感謝のしようもない。三成殿、我らは亡き秀吉様より太平を預かった身。その太平を子外が壊しては。返す言葉もない。清正らにはわしからもよう言っておき申す。ともあれ無事でよかった。重ね重ねのご行為痛み入る。では我らはこれにて失礼する。
災い転じて何とやら、家康にこれほど接近できる機会はもうない。殿、今こそ俺にお命じください。家康の首を取れと。俺は家康に助けてもらった。騙し討ちなどできぬ。それにここで家康を討ったとしても、俺はお前を失うことになるだろう。そんなことを言ってる場合ですか。今を逃せばもう二度と。この話はこれで終わりだ。家康とは日を改めて堂々と雌雄を決する。やれやれ、仕方のない誤信だ。はい、というわけで今回は三成襲撃事件をやってみました。次回はですね、関ヶ原の戦いをやりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。